いや待て、違う。誰か一人というわけじゃなく、だよ、いつもいつも。止めはせん。重要なのはお前の意志だ。飛べよイカロス。今こそ首輪を断ち切るがいい。真実と向き合うことで己の光をつかむのだ。あなたは助けに来てくれた。どんな化け物が相手でも。Thank you.
どうするつもりだ。決まっている。お前も含めて全てを滅ぼし尽くすだけだ。故に今から正面突破か。策など知らぬ、勝算など考えるだに小賢しいと己が心の命ずるままに。その果てに太陽で焼かれながら誇りと共に落ちようと。構わない。勝利をつかむためならば。先生、そうか、お前も思い出したのか。ええ、彼女がきっかけではありませんが。お願いします先生、今すぐそこを解いてください。見てわかるとは思いますが、俺は暴走しています。自分で自分の感情をまるで制御できていない。驚くほど直情的になっているのがわかるんです。きっとそれはアダマンティスの想定通りなんでしょうけど。だからこそこのままでは終われない。あなたと向き合うのは全てが終わったその時だ。
かなり低い確率だが襲撃の恐れがある。縄文前にて待機せよ、村雨隊。機関にとってふさわしい難敵がそこには存在している。それが先ほど隊長から下された命令だ。全力で参ります。俺はお前が望む、いや、もはや言葉は不要か。全ては所詮言い訳だ。剣で語るのみ。この亜種、あの日の仇はここにいる。勝つのは俺だ。ついに正しく願った。最悪中の最悪だな。素晴らしい。これがスフィアの本領か。Oh,
邪悪なるもの一切ただ安らかに生きたい。
定まらぬのなら引くなよ。ここから先はわずかな迷いが死を呼び込む。教え子を導きたくば、少なくとも己が求めを自覚してからなすがいい。なあ、そうだろう。我が傑作たるハイペリオン。乗らないならやめときな。ここから先に立ち入れるのは本気でやれる人間だけだ。鬱陶しいんだよ、黙ってろ。乱付き騒ぎはここまで。理想の気合の輝く明日も、地獄の底に落ちてくる好きなだけこだわってくる。全てに型をつけてやる。
そうまでして。イカロス、お前は散りゆく花火のようにスフィアの滅びを求めるのだ。ないとは言わせんぞ。俺たちがこんなにも呪わしい。見てみろ、このろくでなしども。間違いだ。正しいことが悪いわけでは断じてないし、正義が愚かなわけでもない。光は光で素晴らしいと俺も確かに思っているさ。けどさすがにこれはないだろ。不可能なんだよ。最初から理想郷の住人になれるのはお前たちみたいな一握りの存在にどうしても限られてしまう。その通りだ。ならばこそかつてバルゼライドは単身で運命に挑まんとした。人は傷つき惑う、屋敷に流れてしまう。よって諦めを一切持たない英雄など壊れているし狂っている。それらを全て承知の上で彼は選び戦い抜いた。うぬぼれでも何でもなく、他の者では聖戦を勝ち抜くことなど到底不可能だった。馬鹿げているが正論だよ。今考えてもそう思う。そしていや、だからこそ予期していない敗残者の逆襲により滅ぼされた。英雄にしかなせないものがある。負け者にしかなせないものが等しく存在しているから。正解や答えの規制に意味はなく、この世は総じて十人というか、ままならんだ。しかしそれこそ人間という生命体の複雑回帰の本質なんだよ。スフィアを破壊したいのは俺にとってそういうことだ。極端な前例をなぞることに意味などかけらもあるものか。これは正真正銘
英雄たちの運命だからな。俺とお前が後をたどるものではないか。全くだ。じゃ変わらなければならない。光さえ選択肢の一つであれば、お前が教えてくれたようにそろそろ飛び立つべきだ。我らはあくまでハイペリオン、英雄の複製品などではない。模倣に終始した挙句、同じ末路に落ちられては彼らにとっても不服だろう。先人を尊敬しながら同時にそれを超えようとあがくこと、それはいつまでも原点をあがめ立てまつることではない。俺はあくまで俺の意志で明日を目指すと決めている。ならば未来に描いた夢の形も、己を表す運命も、継いだ名前であってはならない。それは彼らのものなのだから。ヘリオス、英雄？違う、俺はアドラーの民ではない。まして総統などでもない。王者として国へ尽くす義務などなかった。なら俺は一体誰を守るのか。命を懸けるに値する愛すべき人々をどのようにして定めればいい。聖戦、イナ、アマテラスなど欲しくはない。神を求めてどうしろと。日本復活、国土繁栄、どちらも俺には縁遠い願望だ。少なくとも先人に盲従して選択すべき目標ではない。それだけは間違いなく確かだ。そうだ、違う、同じじゃない。この俺自身がお前と共に見てきた世界と真実を。時間の全てが今では俺の誇るべき財宝だ。もはや
やいいダクダクと先人の鉄は踏まれ、お前を通して弱者の悲哀に触れたこと、その痛みと嘆きを知れたこと、決して無駄にはしないと誓おう。だからこそさらばだ友よ、いざ行かん。すべては新たな光をつかみ、勝利の先を知るために。我が守護神鋼の炎を掲げるがため、荘厳な炎を目指し、きらめく翼は天かけた。火の象徴とは不死なれば、絢爛たる輝きに恐れるものなど何もない。勝利の光で天地を焦がせ、正常たる王位とともに新たな希望が訪れる。絶滅せよ破壊の巨神、角度の雷火に焼き尽くされる。人より生まれた血脈が英雄の武功とともに汝の波動を打ち砕く。天庭の轟く地平に闇はなく、早急を燃え天駆書、我が降誕の暁に創世の火を運ぶのだ。是非もなし、さらば牢獄、我が半身ホムラの全てを担うのも。天空を滑るがごとく銀河に羽ばたく不滅のヘリオス、果てなき旅路をいざ行かん。マイソロジーはここにある。メタルノヴァ、レイジングスフィアセイバー。
短い猶予かもしれないが、ペルセフォネと優しい時間を過ごしてくれ。ここから先は俺が担う。さらばだイカロス、終わりなき戦いの螺旋からどうか解放されてくれ。遅いじゃないか。待ってたんだぜ。勝手に消えてしまってよ。俺のことを置き去りにしていくんじゃねえよな、英雄。今度こそ最後まで共に殺し殺され合おう。そうさ、邪悪な竜を討伐するのがお前の定めなんだから。違いだ。他を当たれ。俺は英雄などではない。関係上似ていることは認めるが、忘れたなどとは言わせぬ。お前の焦がれる宿敵は3年前にもう死んでいる。その現実から目をそらす。奴の滅びを受け入れる。都合のいい代替品を探し続けていることこそ、見惚れた光を侮辱する最大級の冒涜だ。そしてお前もそう、ラダマンティス。進歩がないにも程がある。一体いつまで飽きもせず馬鹿げたことを繰り返す。無論理想が叶うその時、お互い重々承知でしょう。我々は何があろうか決して夢を諦めない歪んだ破綻者なのですか。誰もが習うべき基本、正しい男の理想法、たとえ無理でも目指そうとするための道しるべ、それが必要だというのは今も陰りは欠けられない。だからこそまずは挑む。英雄に刻まれた敗残の首輪を解き、今度こそあなたと共に歩むために。50個100個クソだ。
恥も大義もなく自分以外が論外だから死んでしまうと言ってるだけだろ。どいつもあいつもこの話正しいなら構わないと思ってる。確かに弁明できんし、その資格もない。俺は確かについ先ほどまでお前の嫌う光の魔人そのものだ。だが今は違う。誇るべき我が半身が新たな答えを示してくれた。だからこそ、己が矛盾を承知の上で、俺もまた言わせてもらう。人々の幸福を、希望を、未来を、輝きを。俺は無敵だ。来るがいい。明日の光は奪わせん。よく言った。
先ほどの光景から予測できたことだ。素晴らしすぎる。ああ、紛れもなく最高だ。見境なしか。ごめんな。
渚、俺は君を守りたかったのに、ずっとあの日の弱さを償いたくて。それでも結局いつもこうして泣かせるばかりだったから。ううん、いいの。だからもう喋っちゃダメ。私もあなたと同じ気持ち、全部全部言わなくても伝わってるから、お願い、行かないでよ。先生もすみません、みっともない八つ当たりでご迷惑をおかけしました。バカを言え。なぜお前が俺に謝ることがある。それは正当な怒りであり、正当な権利だろう。身内の死を思い出せば冷静さを失うのは当たり前だ。俺を憎んで何がおかしい。いや、それだけではない。元をたどれば今こうなっていること自体、全てはあの日。ルカ、任務だったんでしょう。それなら仕方ないですよ。たまたまそこに居合わせたのが先生だったにすぎません。粛清が決まっていたなら、結末はどれも同じでしょう。だからもう、どうか気に病まないでください。手のかかる教え子が最後に残す心からの願いです。違うんだアッシュ、俺は俺はここでせめてあいつを見届けるよ。みんなにはできればごめんと伝えてほしい。なぎさ、行くんだ。早く。バカだな。私はもう逃げたりしないよ。弱い自分が嫌だった。殺したいほど憎んでた。守られて、生かされて、故郷もみんなも失って、たった一人で泣いていた。あの日の渚を、ずっと変えたかったから。だからお願い、ここは任せて。今度は私があなたのすべてを守り抜く。ああ、そうさ、やらせはしない。この瞬間を二度と後悔しないために嘆きの闇を選んだのだから。
好きよ、アッシュ。あなたに会えて本当によかった。やめろ。ダメだ。なぎさに雨も降るごとく、我が心にも涙降る。かくも心ににじみいるこの悲しみは何やら。いざ同国せよペルセフォネ、光を砕き破壊しろ。私の罪は今ここに。やめてくれ、ナギさ。誰にも迷惑かけないように、どこか遠くでやってろよ。空の畑で吹けばいい。今すぐここからいなくなれ。君が宿した真の星は、
そうはいかんよ、ペルセポネ。途中参加は大歓迎だが、そいつは少しいただけねえな。後継者に適していたのは逆だった。誰よりも光の見えにふさわしいのはおそらくお前だったのだ。
けはしない。勝利の光は俺のものだ。ダメだ、君はそんなことまでやるべきじゃない。死ぬべきをする必要なんて誇りもないんだ。それでも私は我らヤマトの残した御心がままに。さあ行きなさい、灰と化したただ人よ。天から落ちたその果てに冥府の扉を開くのです。
そういえばお前はここで長く暮らしていたんだな。正確には俺を描いた彼の居場所なんだがな。ま、記憶はこちらもついているから一元さんよりは詳しいけどな。じいさんがおっかないクソじじいだよ。口を開けばアホとか死ねとかたっぷり罵倒をもらったものさ。他にも小国からの駐在官はロリコンにしてド M だとか、歓楽街の顔役は怪しい放漫美女だとか、スラムの式のあれだけは手のつけられない喧嘩屋だとか、優しくて愛しい妹とか憧れない草女神とか、大切な人たちが生きているんだよ、この場所。どこを見ても思い出だらけで胸が締め付けられそうだ。たとえこれが俺に焼き付いたコピーみたいな感情でも構わない。あいつと一緒に帰ってみせると誓ったんだ。ここでもう一度あの日のように笑いたいんだ。なんか少し羨ましいな。こっちは親が交易商人だったから故郷という概念はどうしても薄くてさ、あえて言うなら比較的長い時間逗留していた渚の屋敷になるんだろうけど、それでもせいぜいいたのは数年程度だし、おまけに今はきれいさっぱり何も残っていないとあればなんだか悲しくなってくるよ。思い出したつもりだが、それでも本当の景色とは微妙に違っているのかもな。今となっては全て記憶の中だけにね。字面としては美しいが本人的にはたまったものじゃないだろうな。そんな俺が言える立場じゃないな。お前も大概不幸だよ。 OK。 噛みついてよ。我ながら仕方ないと分かっていてもうまく理性が保てなくてな。こういう時は何とも不便で仕方がない。魔性は総じて己が衝動に振り回されるというやつか。そうそうそう。どうしても自分自身の本質に強く引きずられてしまう。別次元のエネルギーを用いるためには純粋なベクトルが絶対的に必要なんだ。向こうで渦巻く無色透明の巨大な力に矢印や色を与えることで魔性は星を発動させる。まあそのせいで自分自身の属性に翻弄されるジレンマともセットなんだが、そいつはともに、こうして理性的に話せているのにお前が光という属性を失ったからに他ならない。ハイペリオンのイカロスありき。よって今の牢獄は俺にとっての対象外になるわけだ。まして抜け殻どころか五道類を鞭打つつもりはかけらもねえよ。負け犬やるのは一体
私がお眠に染みているからな。そいつはどうもありがたくって涙が出そうだ。これでも一応無理しながら頑張り続けてきたんだけどな。だから破綻したんだろう。お前は本来こっち側の人間だ。身の程知らずに天を目指して飛び立てば卑怯な翼は溶け落ちる。できない奴はできないんだよ。凡俗の到達も許すが光の道は甘くない。分かっていると思うが、これは一種の応急措置だ。いわばキューバ神話の裏技であり、一安心には程遠い。なぜならお前は転送用に調整された器だから。そもそも規格は違いすぎる。心は俺と同調しても体の方はと思います。車だってエンジン変えて愛をしまいとはいかんだろう。重心の変化も起きるし、フレームとの兼ね合いもない。細かな調整はどうしたって必要だ。それに加えて容量不足の件もある。俺という冥界参加を宿すにはお前じゃ少々役者不足だ。単純に凡人すぎてまず才能が足りていない。感覚的な話になるが、残る時間はどれほどだ。1週間、もうあればいい方だな。多分5日かそこらだろうが、まあいいさ。それだけあれば十分すぎる。黙るなよ。むしろ俺はお前に感謝してるんだ。最後の猶予も与えてくれたし、これ以上文句を言ったらそれこそ罰が当たるだろう。そりゃもちろん本音を言えばみんなと一緒に行きたいさ。あの日なくした時間の続きをもう一度って思うけど、そこはほら誰かさんと同じだよ。これだから若いやつは困るんだ。ひねくれちまった大人の前でむやみやたらにキラキラと眩しくて仕方がない。そう言いながらお前だってこういう時は一歩も引かない太刀じゃないか。十分お互い様だと思うぞ。言わせるなっての。まあそれじゃあ。行くか、アシュラ。やれるだけやってみようぜ。ああ、必ず一泡吹かせてやろう。
見覚えあるのに見たことないな。間違いない、三つ葉の屋敷だ。オリハルコンの発動を感知して足を運んだことがある。おい、ちょっとぬるいぞ闇の迷路。どうしてあそこできっちり殺しておかないんだよ。お前の基本はアンチだろうが、変な手心かけやがって。うるせえ、俺も後悔してるんだから突っ込むな。こら、まさか奴があそこまで気合の入った狂信者とは追蔵を持っていなかったんだよ。ラダマンティスもそうだが、一つの町に公務魔性クラスのバカが集うのは本来異常なことなんだ。ここは帝都じゃないんだぞ。さすがに予想できるか、アホ。まあ確かに天文学的確率なんだが、仲良きことは美しきかな。ここで二人がこじれてしまえば、彼女だけが最後の希望になりますよ。君たちは、誰だこいつ。うまく認識、いや、どこか。神さんは2回目なので理解しているかもしれませんが、世界の節目というものは往々にしてこんなものです。神聖のお膝元ではないとしても、起きることは起こるべくして起こります。重ねた因果が嘘のように収束するのは旧西暦からずっとそう。陳腐な言葉になるけれど、無意味なことはどこにもない。その良し悪しに関係なく、あらゆるものは答えを目指して動きます。ただそれが常に歓迎できる結果となるかはわからない。だからこそ我々は長に議論を重ねてきました。その選択が自分たちだけの独りよがりにならぬよう、いびつな神羅万象を新たに創造しないよう、星と宇宙に配慮して早幾清掃千年間。しかしまだ答えを出すには至らない。我らはもっと世界を知り、そこに生きる人々を愛さなければならないから。だからどうか力を貸してくださいませんか。異なるスフィアの申し子たちよ、その輝きを全て否定はしないものの、あなた方の掲げる星は万人を慈しむには極端すぎる。守るべき人々さえ奮い落としてしまうほどに。結論の先延ばし、時間稼ぎと蔑視するならそうなのでしょう。けれど選ばれた人間の提唱する正しいだけの正論は本当に素晴らしいものですか。多くの人を幸せにするでしょうか。たとえ結果が同じでも、それを一度改めて別の角度と視点から意見を交わすということが大切なのではありませんか。
だからこそ我々は少人数で創生されたスフィアを危惧しているのです。これらは総じて過断に全てを決めすぎる。世界を容易に変えてしまう。とりわけ劣相は間違いなく危険でしょう。下手をすれば先も立つ。転送や滅相さえ凌駕した恐るべき革新の可能性を秘めていると予感します。よってアマテラスが、ヤマトの民が世界に対する遥かな議論を終えるまで、あなた方が守りたいという日常をこれからも優しく照らし続けるために、不条を滅ぼすアルカディア、その誕生を我々は防ぎたい。ゆえにこうして密な協力を願います。さあ返答はいかに。おい、まさかこの二人は。つまり君たちは下界を知るために使わされた神の使者というわけだ。ええ、お恥ずかしながらアマテラス金星の情報収集用生態端末なんてものをやっていまして、現在こうして緊急モードで絶賛活動中なわけ。改めてよろしくお願いしちゃいますね、アッシュ君。